回紹介するのはこちらのクロコダイルの長財布です、こちらのホックを外していただくと、中はこのようになっております。こちらジップで、小銭入れが1箇所とこちらカードが5枚入るようになっています。小銭は開けると、こういうふうになっております。その隣に札入れが1箇所の内側にポケットが1箇所、カード入れの横にもポケットが合計3箇所ありまして、内側も外側もこちら全部クロコダイル使っていますので、色はちょっと渋めのダークレッドですね。ダークレッドですので、バッグに入れた時もすぐ見つかりやすい色ですので、ぜひ一度こちら使ってみてください。